島県チャンネル。皆さんこんにちは。こんにちは。マシマケチャンネルです。はい。今日はみんなでおうちトレーニングをします。はい。今緊急事態宣言が出てるからみんなおうちにいるでしょ。今はおうちでゆっくりしたいけど、ゆっくりしすぎると体が怠けます。わかった。だからお腹ブイブイになっちゃってんじゃないの。だからおうちでできるトレーニングをみんなでやろう。マシマケでいつもやってるトレーニングやってみよう。みんなで頑張るぞー。じゃあまずトレーニングをする前に何が必要だと思う？運動。じゃあ運動の前に何する？トレーニング。ストレッチ。ストレッチ。ストレッチ。そう、ストレッチ。じゃあまず前屈からいきます。自分のつま先を10秒触ってください。せーの、1、2、声で数えて、3、流星、硬い。ポイントは膝を曲げない。流星くん、もう一回やってみて。せーの、1、ミレイは、ミレイは1、2、3。ミレイ柔らかいね。上手ね。次、右足を伸ばして、左足を畳んで、右足にタッチ。せーの、はい、逆。せーの、9、10。りーちゃんすごい。りゅうせい頑張ろう。今度足、両足広げてください。はい、両足持ってください。せーの、1、2、3、4、5、10。 OK。 今度はまず足を伸ばしてください。次、手を後ろについてください。次、左足を曲げてください。左足、右足を乗っけてください。キープ。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9。倒して、抱えてる。1、3、4、5、6、7、8、9、10。せーの、はい、倒して、1、2、9、10。次、足の裏と足の裏をくっつけて、 OK。 で、おでこを前につけるように。せーの、1、2、3、4、柔らかい。4、6、7、8、9、10。ミレの必殺技見して。ウィーすごい。リュウセも見て、柔らかくなったね。はい、リュウセも見て。せーの、ウィー、くっついてない。くっついてない。はい、じゃあ最後テク、パパもやる。いくよ、いくよ、いくよ、せー。それ本気でやってる？本気だよ。嘘でしょ？嘘でしょ？本当だよ。やば。これ本気？これ本気？本気？ミレやって。せーの。うわー！すごい。柔らかい。最後、最後、手首。手首よ。パー！ストレッチ終了。はい、ここからトレーニングに入ります。スクワット。手をグーでもパーでもいいんで、お尻を下げる。1。椅子がある人はこうやって椅子にお尻をつけるぐらい。3、4、5。 OK。 次は子供がいる人は子供を抱っこしてトレーニング。まずはミレイさん立ってください。ここに抱っこしてお尻をつける。1、2、3、4、5。 OK。 もっと重くなりたい方はもっと重い方立ってください。いきます。うわ、重い、重いよ。はい、じゃあパパに抱っこしてもらってる人はちゃんと捕まりましょう。いきます。1、2、
続きましてランジ。前に腰に手を当てて膝が痛い人はもう軽くで、軽くこれぐらい。いける人は前いっぱい左の逆の足がつくぐらい。これを10回。これで物足りないなって人は お手伝いお願いします。はい、ゆうせくお願いします。なるべく膝が外に行かないように、内側に行かないように、なるべく正面。気持ちいい、気持ちいい。これを10回。次そのまま、今度サイドランジ。今のを横にステップします。1 2 3 4。ポイントはつま先は前に向けたままお尻を落とす。つま先を前に向けたままお尻を落とす。あんまり外に向けると膝がひねっちゃうから、なるべく膝とつま先は前に向けたままお尻を落とす。やんないで。お尻を落とす。お願いします。はい。おんぶでいきます。はい。いきます。なるべく、なるべくこういう風にならないように整体した状態で、こうやった状態でやるとバランス悪くなるから、なるべく体は起こした状態。 OK？ つま先と膝は前で体を起こして。ちょっと曲がってな。曲がってる？ごめんね。厳しいの。 OK？ 次はお尻、お尻、お尻を鍛えるトレーニング。みんなお尻に垂れてくるからね。やばい。女の人も男の人も。やばいよ、やばいよ。 OK、 お尻トレーニング。まずこういう椅子とかを並べてもいい、ベンチでもいいし、あのダイニングテーブルの椅子でもいいし、これぐらいの高さのある椅子を準備します。そして下にお尻をついて肘だけ乗っけます。そして、あー、これきついやつ。これを、あー、これきついやつ。お尻をつけて平行になるまで、平行になる。これを10回2セットやりますが、多分ね、こうもっとお尻鍛えたいとか、まだやりたいっていう人はこの上に重りを乗っけたいんです。ここに乗ってくれる人、はい、じゃあまずミレイさんからお願いします。ます。いやー、ちょっと兄ちゃん静かにお願いします。じゃあ龍星くんも一緒に乗ってください。一緒に。はい、龍星くんも。いきます。いきます。気持ちいい。1 2 3 4 最後5。 OK、 降りてください。これを10回2セットやってみてください。次はカニさん歩き、カニさん歩き。だいたい1、2、3、もう横幅があればあるだけいいんで、それを本当はチューブをここにつけたままカニさん歩き、カニさん歩き、カニさん歩き。これをチューブがない人は子供を抱っこしてみましょう。ポイントはお尻を落としたら、その高さをキープ。キープ。もう一つポイントは、子供の成長を感じながらキープ。成長感じてる。成長感じてる。大きくなったね、みーちゃん。成長を感じる。成長を感じながら、お尻の高さを維持しながら。そうだ。OK。じゃあ龍星くんの成長も感じようかな。お願いします。この時ポイントはなるべくこうならないように、こうこうなると腰痛めちゃうから、なるべくこのいいポイントで。じゃあいきます。
よっ、はい。流星何歳になった？5歳。よし、もう5歳か。あー重くなったな。流星だ、流星重くなった。成長を感じる、成長を感じながらのカニさん歩き、皆さんもぜひ成長を感じながら、成長を感じながらカニさん歩きやってみてください。まあ流星、流星大きくなったな。今のを2往復やって、レスト2往復やって、フィニッシュ、やってみてください。成長を感じて。最後は腕立て伏せ。腕立て伏せはパパも大嫌いだったけど、刺激を入れるには大事です。じゃあまずパパが普通にやってみます。ポイントは肩ぐらいで、顎は下につきましょう。いきます。1、あ、これ大好き、大好きだ、大好きだよ、流星が。自信がある人はこれに子供を乗っけてみよう。流星くっついて下、下を下を、せーの、1、あ、何シャボン玉が始まった。わあすごいすごい、わあわあ、シャボン玉の中の腹筋だ、腕立てはなるべくまっすぐ。ちょっとシャボン玉がすっごい邪魔だな。ジャラジャラチャ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 、ジャラチャ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 。皆さん、こうやってトレーニングがうまく進みません、子供がいたら。でも楽しく楽しく楽しくトレーニングみんなでしましょう。全てトレーニングできなくなってもいいんです。楽しくおうち時間を過ごしましょう、皆さんで。いいですか？トレーニングはこれぐらいにしとこうか。じゃあ最後みんなで踊りながら終わろう。踊れ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 、おうち時間はダンスでもいいんだぜ。みんなまたねまたね。